ゆきしほのキラキラクッキング。先生、はい、私家で料理するとき、どうしてもお肉料理ばかりになってしまうんですよ、ちょっと魚料理もマスターしてみたいなと思いまして、ね、確かにね、バランス的には魚も取りたいよね。何ですか。サバの味噌煮。まあでも私が作るんだよね、普通のサバ味噌煮じゃなく味噌カレーに。味噌カレーに斬新魚レシピもマスターしますよ。今回はみゆき流のサバ味噌カレーです。材料はこちら。スーパーでよく見かける切り身のサバ、そしてみゆき流ならではのカレー粉も。煮魚でどんなテクニックが飛び出すのか楽しみです。まずはサバの下処理から。ここにさ、血合いが少しあるじゃない。確かに、うん、こういう血合いを少し取ってあげて、ちゃんとキッチンペーパーで拭き取って、洗ってから拭き取ってあげるっていうのはね。包丁でちょっと切れ目を入れ て、そうするとキッチンペーパーで拭くだけでいいんです。さあさあ、そこでピュッと出てるのとかもちょっと拭いてあげて、はい、包丁で切り込みを入れてキッチンペーパーで拭き取る。この一手間が臭み防止にとっても効果的なんです。続いて皮目に切り込みを十字に入れて火が通りやすくします。これでサバの下処理は完了。そしたらここに軽く片栗粉をパン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 とまぶしてあげてください。はい、片栗粉はどうしてまぶすんですか。簡単に美味しく作る方法で片栗粉。まだ秘密です。秘密です。まだ秘密。片栗粉はサバの皮目だけにまんべんなくまぶします。この片栗粉がこの後どんな役割をするのか気になりますが、先に煮汁作り。これもちょっと私中華なので、あの中華スープになっちゃいますけども、これ本当に私でも、はい、あの何でもいいですからね。ここにまずお砂糖入れてください。そして今度はそこに日本酒ですね。日本酒、うん、そして醤油。中華スープ以外はこう和風な煮付けと同じです ね、 そ、 ですね、うん、そして今回はカレー粉。カレー粉、はい、いやあまり合わせたことはないですが、うん、もう美味しいのは間違いないです、ね、もう美味しそうでしょ。う、はい、そしたらこれをよし混ぜてください、はい、砂糖が溶けるようによく混ぜ混ぜしてくださいね。さあ続いてですね、はい、続いてはここでみゆきの激うまポイントきました。通常結構煮付けっていうのは、はい、やっぱりこのお湯で湯がいたりとかすることが多いんですけども、今回は焼いちゃいます。え、煮付けで焼く。焼く。どういうことですか。焼くことによってあの旨味が凝縮するのと、やっぱりこの皮の生臭さっていうのも取れるので、焼いちゃった方が簡単でしょ。一つのフライパンで終わらせたいでしょ。終わらせたい、ね、だから片栗粉をちょっとつけてあげて、皮の香ばしさもまた作ってあげてから煮つけると香ばしい旨味も入るという。片栗粉の謎がやっと解けました焼くために片栗粉をまぶしていたんですね。ここもみゆき流。フライパンにはごま油を引き、片栗粉をまぶしたサバは皮目から焼いていきます。で、焼くことによって生臭さも取れるし、あとやっぱりこの皮の部分が香ばしくもなるし、あと煮崩れをしづらくなる。そうですね、ギュッと少し押してあげながら、はい、ギュッ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 、愛情もギュッギュッちょっとひっくり返してみて、よいしょ、あ、焼き目ついてます。骨の部分は軽くでいいので、はい、この部分ですね。そう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 、ある程度この骨のところやってあげることによって生臭さをね消してあげるっていう感じで、こうやってそう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 、骨の部分も焼き色ついてますね、うん、でこの内側ね難しいのでこんな感じで大丈夫だと思います、はい、焼き目を確認したら皮目を上にして先ほど合わせた煮汁を入れていきます。そしてやっぱサバの味噌煮って生姜を使うじゃないですか。今回はカレー風味にしているので、ニンニク、ニンニクの薄切りを入れてみましょう。ご飯に合いそうですね。落とし蓋をして煮込んでいきます。お家に落とし蓋がない場合はキッチンペーパーを丸く切って真ん中をくり抜けば代用できちゃいますよ。沸騰してから5分ほど煮込んでいきます。だいたいこの煮汁が半分ぐらいになったぐらいかな、はい、そしたらこの落とし蓋をちょっと取ってください。じゃじゃん、
ばしっとりとふっくらね、見てます。はい、そしたら今度はここにお味噌を入れてあげるので、味噌を溶かすときは煮汁を少しボウルに入れて、この中で味噌を溶いていきます。結構入れちゃうとダマになりやすいので、ちょっとだけ溶かしてあげた方が失敗しづらいかな。へー、初めてのやり方。半分くらい溶けたところでフライパンに戻していきます。こうすると味噌も溶けやすいので、これも大事な一手間ですね。で、そしたらしおちゃん、どんどん今度は煮汁を色をかけていってあげましょう。はい、煮汁を愛情をかけてあげてください。愛情をかけてあげます。気持ちいいって煮詰めていくと、どんどんカレーの香りが立ってきますよ。片栗粉をほんのりさつけてるから緩いとろみもつくので、あ、うん、確かにこの感じだね。わ、うん、とろみがいい感じ、照りも出てきたね。はい、もしここら辺でいいんじゃないでしょうか。皮目を上に、煮汁もたっぷりとかけて、ということで、はい、サバ味噌カレー完成です。いただきます。おー、カレースパイシーさすごい。そこに味噌のコッコリとした、味噌とカレーはもう最高の相性。本当に、うん、おかず感はすごいね。これ本当にご飯が進みますね、うん、なんか味噌とこのカレーを合わせることによって、この魚の生臭さもやっぱ消えるし、はい、焼いてる分、うん、結構身もしっかり煮崩れせずに、やっぱカレー味噌みんなが大好きだね。大好きです。カレー味噌にはちょうどもいいんですけど、やっぱりこのニンニクのパンチね、ニンニク合うよね、はい、合いますね。これがいい味出してます。よかった。みほちゃん、今日のポイント大丈夫ですか？大丈夫です。味噌煮はサバを先に焼くことで煮崩れを防いで香ばしく、そしてカレーと味噌の相性は抜群です抜群です